はい、皆さんこんにちは、江夏画廊の江夏です。今回も感覚共有アートプログラム今日の一枚をスタートしていきたいと思うんですけれども、その前にですね、皆さん今iOS のアプリでクラブハウスというのがとても流行っているのをご存知でしょうか。招待制のアプリなんですけれども、私も先日招待をいただきまして早速使ってみました。まあ、よくなんか音声版のツイッターってこう言われるらしいんですけれども、皆さんのアイコンはあるんですけれど、完全に音声だけのやり取りのアプリなんですよね。で、私も早速その使ってみて、ちょうどですね、世界的なアーティストの村上隆さんが、若いアーティストの方たちに向けてこういろいろ質疑応答をしているっていうお部屋があったんですよ。で、それがまあすごくもう最初目に飛び込んできて、あ、これ面白そうだなと思ってこうちょっと入ってみたらですね、まあ面白いこと、もう平気でちょっと2時間ぐらいちょっと聞いちゃったんですけれども、これすごいなと思って、ね、普段こう村上さんとのやり取りなんて普通にできないじゃないですか。それがこうなんていうか、みんながわーっと集まって、まあ、手を挙げた人がいろいろこう質問できるっていう、そういう空間がこう無料でできてしまうというのは、まあ本当すごい時代だなと思いました。で、まあ、私も興味を持ったので、まあいろいろちょっと自分もお話ししてみたいなと思って、まあ、うちのアーティストでもちょっと興味ある人がいるので、ちょっとトークでもやってみましょうかっていう今お話をしています。で、私はFacebook とか Instagram、Twitter とかいろいろやってますので、そういったところでやる日時とかちょっと公開していこうかなと思ってますので、もしご興味ある方がいらっしゃったら、ぜひフォローしていただければと思います。まあ、アートに関する、アートその他かな、まあ、いろんなお話ができればと思ってますので、ちょっとね、かなりちょっと面白いトピックも上がってきているので、ぜひですね、ご期待いただければと思いますので、すいません、前置きが長くなってしまいまして、それでは今日の一枚をスタートしていきたいと思います。今日の一枚の楽しみ方なんですけれども、3つのポイントがあります。まず1つ目に、毎回こちらで1枚の絵画をセレクトしますが、今回は山本宗平さんの、油彩画を選ばせていただきました。そして2つ目に、この絵画をこの動画の後半になりますけれども、約1分間リラックスして鑑賞していただきます。そして3つ目に、この絵画から感じたこと、気づいたこと、もしくは疑問に思ったことなど、ぜひですね、この YouTube のコメント欄に皆さんで書いていただき、シェアしていきたいと思います。パズルの一つ一つのピースが組み合わさっていって、大きな一枚の像が浮かび上がる、そんなイメージを持っていただけたらと思います。この動画の目的なんですけれども、皆様の観察力や洞察力をより高めていただいて、皆様の世界観をぐっと広げていただくことを目的としています。毎回繰り返してご覧いただくことによって、日常の気づきがいろいろと増えていきますので、ぜひ楽しんで継続していただければと思います。今回の、絵画なんですけれども、皆さんこの、ね、こう焼き鳥って文字がちょっと見えると思うんですけれども、なんていうか、もうこの字を見ただけでちょっとワクワクしてきませんか。私はですね、こうお祭りというと、なんていうか、もう本当になんか小さい頃からずっとワクワクしてた記憶があって、こうなんていうんですかね、こう神社の中に入っていくと、こう焼きそばの匂いであったりとか、あと焼きイカ、あとたこ焼き、お好み焼きとか、いろんなね、こうもわもわもわとこうミックスして、こう鼻にふわーんとこう入ってくる感覚がですね、もうなんていうか、もう香りとこう記憶っていうんですかね、あれが結びついてて、もうなんていうんですかね、こう毎回こうもう入る前からか、もうなんかちょっとワクワクしちゃうんですけれども、今日の一枚はなんかね、そんなワクワクもちょっと感じていただける一枚になるんじゃないかなと思います。山本宗平画伯とはですね、ちょうど、3月はちょっと延期になって4月からってことになったんですけれども、4月からですね、ちょっと絵画教室を、準備してますので、まさにですね、こういう山本画伯ならではのこの技術というか、そういったのをですね、皆様に存分に学んでいただける絵画教室になると思いますので、まあ、まずはですね、この油彩画ではなく、デッサンと水彩なんですけれども、きっと楽しんで、学んでいただけると思いますので、もしご興味ある方はぜひホームページとかですね、SNS などをこうチェックしていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは約1分間の鑑賞タイムをお楽しみください。